怖い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 。ガチで今日緊張してます。初めての〇〇シリーズです。今まで初めてのネカフェ、初めてのホスト、初めてのビジホの見的に高齢化してきたシリーズなんやけども、今回は初めての二郎系ラーメン。正直ずっと避けてきたまであるかもしれん。いろんな意味で怖い。まず二郎系ラーメンの私の中でのイメージ、量が死ぬほど多い、尋常じゃない胃もたれ、お店独自のルールがある、怒られる、このイメージ、行ったことない人の偏見です。もうこれは知らんよ、知らんけどそうやって聞いたことしかない。大人になってから怒られるのって結構エネルギー使うし、多分ちょっと泣く。おいって言われたら、あ、お客さんそれちょっとやめてもらってもいいですかねって優しく言われてもちょっと泣く、目頭熱くなる。でも偏見かもしれんしね。噂話だけ鵜呑みにして、これから一生食べんってのは違うやんか。もう私はね、人生のモットーというかね、死ぬ時にあああれやっときゃよかったなって思うことを減らしたい。どんだけその世界に興味なくても、ちょっと敬遠しとっても、一回は経験したい。知らずにああだこうだ言うのって違うやんか。だけどいつかタバコも吸ってみたい一回だけね。今まで一回も吸ったことなくて、悪い先輩とかヤンキーの友達に、みかん一本吸う、一本吸ってみみたいなこと何回も言われたことあるけど、って全部断ってきたんで、40代ぐらいになったら1本吸おうかな。でもさ、だってあれ食べたいやん。え、何あれ、美味しそうやん。油がバーってあって、もやし意味わからんことなってさ、味濃くて血糖値バーってなって、次の日顔パンパン。もうそこまでがセットのやつやろ。頼むとき、ラーメン餃子血糖値バーって顔パンパンセットでお願いします言わないよ。ぜひともパンパンマンになりたい。パンパンマン、僕パンパンマン一緒に遊ぼうよ。全然似てなくてびっくりした。ということで、山口県宇部市にラーメン雄三って名前で千里眼系ラーメンが食べられるお店、え、あー、レッツゴー。さあ、旅ロケの仕事欲しいからさ、ぶらり旅みたいな、えけ、それの練習しよっか。あー、いや、こんな田舎にラーメン屋さんがあるとは思えない感じですけれども、こんなところに偏僻な、偏僻な、こちら見てください、ラーメン雄三。テンション感もうちょっと違うかな並んでおりますね。どうない、開店前から並ぶのって。お腹いっぱいか胃もたれるのか、そのどっちのあれなんやろうね。私割と胃もたれ強いけさ、でもわからんね、あんな背脂の取ったらね。だって私さ、ライライ亭の背脂豚骨醤油みたいなので、ね、ちょっと胃もたれしたけね。どうしよう、ここ多分あんま間違えると良くないよね。間違えんようにしようね。人気ナンバーワンが豚玉ラーメン、波で300だって。え、200ってもやばいよね多分。え、大体1人前どんぐらいなんよ。小で味玉がおすすめって書いておいて、すべて味玉を頼んでみんな今ラーメン待っとる。一旦やり方を見れるだけ嬉しいかもみんなどんな食べ方するんやろ、見物やね。なんかみんな仲間に見えてくるね。今から血糖値爆上げする仲間。ラーメン2つを飲みてみたい。野菜を別皿に移して食べよった。別の皿にもやしをこうやってやってから。へえ、なるほどね。もたらしてきた。二郎系ラーメン初心者頼み方って調べたら、注文の仕方、まず順番が来た時にカウンターの上に食券を乗せて席に座ります。その後2回に分けてコール括弧呪文を行います。何コールって麺の硬さと量の変更、ニンニクだけさやってみようかな、マシしてみようかな。さすがに野菜とかさ個体はマシできんわけ。コールの練習、コールの練習ファイヤー、ファイバー、ファイバー、ファイバー。麺の硬さは特に希望がない場合、黙ってれば大丈夫。黙っとこうぜ。はずいし。2回目の時に無料トッピングの注文をするので、ニンニク増し、背脂少なめ、野菜少なめ。なんかさ、カタカナだらけでようわからんくなってるもん。なんかむずいって質問やけど、あ、そっか、なるほどね、そういうこと。初心者は小ラーメンを注文することを推奨しております。少しきつい場合は生卵で味変するとかに切れる。そんなあるの。あ、あるある。1、そのまま乗せる。2、すき焼き風に。3、溶いてかける。4、そのまま飲む。次のお客様、3番の席だぞ。はい、お待たせしました。じゃあ食券を上にお願いします。じゃあお客さん、トッピングをお願いします。
ニンニク少なめ、油少なめ。少なめ、はい。唐揚げはもともと入ってないですけど、なしでいいですかね。こちらだったら別皿で出しましょうか。あ、じゃあお願いします。はい、かしこまりました。野菜は普通の量でいいですかね。普通の量で丼の高さが半分ぐらい、増しにしたら丼の高さぐらいになります。少なめ。少なめ、はい、はい、かしこまりました。野菜は少なめですね。じゃあ野菜、にんにく、油が少なめで、唐揚げ別皿で、明日もと、はい、はい、はい、ありがとうございます。少々お待ちください。怖くない。めちゃめちゃ優しい。怒られない。泣かない。野菜の量はどのぐらいにしますかって言われて、普通ぐらいやったら丼の半分ぐらいきますよって言われて、ってなった。食べれるわけない。これだってこういうことやろ。野菜増し、ニンニク、油ですね。どうぞ。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。今日のためにすする TV 見て勉強してきました。いただきます。少なめでこれだぜ。いただきます。これ何スープなんだろう。もうさ、麺がチュロス。縮れ中太麺ですか。何これ。私が知ってるラーメンではない。買った。初めて食べた。うまい。確実にご飯入れて食べたい味ではある。何これ、麺すごいね。やばい、うまっ。あれだ、ますごいね。顔見とこう。これお腹いっぱいになるか、胃もたれするか、もう一つの可能性が出てきた。顎が終わるか。この麺のバリ方ってどんなもんって思うけどね。怖いよ。腰の良すぎるうどんぐらいの硬さ。ラーメン的にうどんで比喩されるのって屈辱的なんかな。お待たせしました。縮れ麺すぎてっていう、あの気持ちのいい吸い方ができんくて悔しい。だけどさ、すする TV さんってめちゃめちゃすごいんだなと思った。二郎系でもさってね、すんだよ。ラーメンで、はい、残りは何でしょう。まだ気づいてない。こちら、唐揚げ。ありがとうございます。あ、辛い。ちょうどいい辛さが。ちょうどいい。やばいかも。やばいかも。今まで何食べたいのって思うんだけど。やばい。食べる。全然。中までラーメンの味がする。なんでー。もうすでにサウナ行きたい。サウナ行きたい。今日絶対サウナ行くことにした。絶対にサウナに行く。やばい、やばすぎる。後ろまで待ってなくてよかった。食べるの遅かったらね。ラーメンって回転率が命やんか。二郎系をね、やめん方がいいよとかさ言う人おるやんか。でもさ、画面上で見とったらさ、正直私いけるやろって思いよったんや。全然ラーメン一杯ぐらい食べれるわぐらい。無理なの。カエル化現象。ほんと人間がこんだけ感情が天変地異することって、恋愛のカエル化現象か、エロいことしたとか、二郎系ラーメン食べたとか。こういうのやってみますか。味変。
カボス果汁。こんな見えるね。なんかある。おはようございます。わあすごい。あんな感じなんや。いやかき氷でも食べん。お待たせしました。お待たせしました。大学生。かき氷でもよう食べんであれ。食べ盛りにもほどがあるね。食べ盛りの君たち。これかけちゃう。味変バージョン。最後の辺はもう味変するしかない。大食いチャンネルみたいな。これほんと大食いだからね、見た目したのすごいなんか全然に見えるよね。泣きそうなんなら。ほんとすごい、ほんとすごいやろ。多分私って胃もたれ体質強いわ。深呼吸必須。酸素薄くなってくる気がする。どうやるんじゃねえって思う。はあ、酸素ついて、今までにない血液の動きをしとる気がする。本当に想像の面と違いすぎて、あんな硬いんだ。もう顎ガンガンですけど、びっくりした。できたね。できた。すごいよね。すごいと思う。褒めてほしい。本当に普通よりちょっと食べるぐらいの女の子じゃないと無理か。普段からハンバーガー3個とポテトとナゲット食べとる時あるわ。努力の賜物。口臭っ。びっくりした。びっくりした。今マスクで気づいた。びっくりした。絶対小盛行く人は絶対に小盛頼まないとダメ。ちょっとローソン行きますか。マジでしびるかと思った。今日は下関に帰るまでに水を1リットル飲んで、サウナ行って、サウナでまた1リットル飲んで、もう全部入れ替える血液を。それにしてもここいいな。このローソンいいな。ここおったら大学生の彼氏ができそう。ほらまた大学生。もう今臭いけ近づけん。そうじゃん。初めての二郎系ラーメンは洗礼を受けたっていう感じでしたね。で美味しかったよ。濃い味が好きな人はぜひ行ってみてください。で絶対小盛りを頼んでください。みかんちゃんとのお約束だよ。初めての〇〇シリーズでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。